どうも、ヌヌです。今回もカゲロウダークサイドプリンセス実況していきたいと思います。今回はキャプチャー8のバトル3に進んでいきます。それでは始めていきます。さあ、サクッと終わらせるわよ。ロザリンさんですね。ダニーの師匠。怖いよ、ロザリン。ダニー。こちらが雷に打たれて以来魔術に目覚めた男ですね。まあまあ、頭冷やそうよ。ヘレン、氷結兵ですね。何かこう噂によるとこのキャプチャー8のバトルさんのボスである双子の姉妹が強いらしいですね。ちょっとそこが心配なんですが、いつものコンボでどこまでやれるか試してみたいと思います。クッション置いた方がいい気がしますね。デルタフォースイブルシュート当たるかな。で、スイングハンマーで飛ばしてサーキュラソーで、メイデンハックしてスマッシュフロアで飛ばして、こんな感じでいきますね。なんとなくこのデルタホースが当たってからすぐやっちゃうと当たらない気がするな。あ、当たりました。もしかしたら向きの関係も。ヘレンさん、お疲れ様です。次は魔導士2人組、師匠と弟子の関係の方々ですね。外しても当たるので、
修正は効きやすいかもしれないですね。ダメージ的にはどうなんだろう。あまりデルタホースってダメージになるのかならないのかわからないんですが、ロザリンさん、お疲れ様です。ダニーさんが避けて いきますね。で、ケットバスト、もうちゃんと入りますね。回復も取っておきます。ダニーさん、お疲れ様です。いよいよアルマテルマの2人の登場です。なんかこの2人がとても強いらしいですね。アルマ、ハンマー使いですね。アルマ、使命を果たそう。テルマさん、弓使いですね。遠距離と近距離の攻撃を作り出す姉妹のようですよ。失敗しましたね、これ。アングリーショットを入れてみたんですが、痛い。あれ、砕ける。やばい。これはやばい。一気に追い詰められましたね。アング強いですね。振動の範囲も半端ないし、弓の狙いも正確すぎる。あ、壁に当たっちゃいました。アングリーショット。
アルマさん強かったです。あー、自分で罠にかかって死んでしまいましたね。なんというお家だ。リベンジします。とりあえずアルマさんを倒すことができてたんですけど、 HP が少なかったのと自分で罠に引っかかってしまったのでちょっと勝機を逃してしまいましたね。もう少しだったんですが、ちょっとこの今ロザリン、ダニー、ヘレンは頑張って極力ダメージを食らわないで倒せるようにしてみたいと思います。コンボは先ほどのコンボでいきたいですね。結構イビルシュートが便利ですね。でサーキュラーソーでやって名電ハックしてマッシュフロアで、ダメージ35、イビルスタンプは50。ちょっとここで待機します。なんていうか敵を避けながら音で判断してトラップ発動させてる感じですね。そんな感じじゃないと攻撃が避けれないかもしれない。あイビルスタンプ余計でしたね。せっかくイビルシュートを当ててヒーロー登場ができたんですけど、ちょっと余計なことしちゃったかな。でロザリンさん運んで飛ばして、ちょっと早かったですね。すねにガンって痛そうですね。警戒されてますね。
ハングリーショット、ああ食らっちゃった。よし、飛ばして刻んで挟んで、飛ばして潰す。というわけで3人倒して、とりあえず一撃食らっただけに抑えられたんですが、このアルマテルマの2人は攻撃力も高いですよね。あ、今通路に入りましたね。アルマさんですね、登場して早々で申し訳ないんですが、先制攻撃をさせてください。あ、外しました。アングリーショットからうまく罠に誘導してできましたね。あれ、立ち直り早かったな。あれ、当たってない。そんなバカな。見て、半分近く削られてますね。2人とも飛んでけ。やりました、アルマさんを倒せましたね。ここまで見た。アルマさん、お疲れ様でした。あなたはとても強かったです。テル。ここからはじっくりテルマさんを、罠にはめてダブっていきたいと思います。一人になってしまうと、一回罠はめたらトラップコンボでいけますね。ただ耐久力というか HP が高いですね。ただメイデンハックがすごい攻撃力高いので、いいですね。このまま押し切ります。とどめ。申し訳ありません、フリーゼ様、ごめんね、ある
テルマさん、お疲れ様です。あなたも随分強かったですよ。姫様、どうされました？ちょっと、めまいが…キュホー！大変大変！とにかくさ、どこかで休息を。いやー、強かったですね。アルマテルマの双子姉妹。事前にはなんていうんですかね、情報は仕入れてなかったんですけど、なんか強いっていう記述を見ることは多かったので、正直どうなるかと思ったんですけども、コンボ組んでたのが良かったですね。そうだったの。そのまま深くお眠りになられまして、今に至るってわけ。ヒー様、気分はどう？ちょっとぼんやりするかな、頭が。でも大丈夫よ、リリア。よかった。しかし、どうして倒れられたのでしょうね。少し思い出したわ。あの双子の死を見て、急に目の前の景色がぼんやりとしてきたの。そうですか。ま、戦いが終わってほっとした拍子なのかもね。そうだよそうだよ、ヒー様、もうちょっと寝てなよ。うん、そうさせてもらうわ。であれば、我らは退出を。ごゆっくりお休みくださいませ、姫様。どうやら記憶が揺さぶられてきたみたいだね。やはり双子という存在が強く影響したんでしょうね。それも死に際での別れを見ちゃったんだもんね。まずは扉の鍵が一つ開いたってところですね。とにかく先へ進みましょう。はい、というわけでキャプチャー8クリアしました。トータルアークが347,131アーク。で、ポイントとしてもらえたのが13,790でしたね。一般人の方に逃げられたりとかありましたが、今回の賞はアルマさん、テルマさん、この双子姉妹がとても強かったです。あ、トラップ装備数とシーケンス数が増えました。これでまたコンボとか組みやすくなりますかね。それでは今回はここまでにしたいと思います。次回もよろしくお願いいたします。